どうもよろしししくお願いまますす林と申します僕は20年ほどずっとサッカーをやってまして会社でもサッカーをやった後に会社の派遣で駐在ということでタイに行きましてでタイに行ってからはもう筋トレフィットネスを中心にずっとやってます今回はですねフィジークの大会っていうそういうものにですね参加してその時に CBD のサプリなんかを使ったそういうお話を今回させていただこうかなと思っておりますどうぞよろしくお願いしますえフィジークっていうのはボディビルみたいな感じなんですかそうですねイメージとしては ボディビルといった方が皆さんのイメージにはあるんですが、まあ、ボディビルの中でいろいろカテゴリーがありましてどちらかというと逆三角形を目指すそういうところを評価されるそういうカテゴリーになっております。 んどううして CBD 行こうと思ったんですか僕はですね IBS という過敏性腸症候群になりまして根本はまあ不安だったり神経的なところから来る原因になってまして非常にそれに苦しんだ時間があったので、まあ、まだ完治もしてないんですけどそういったところでその不安だったりっていうのになんとかして対応したいなっていうふうにずっと思ってました。 タイに駐在をしてちょうど2018年に駐在したんですがその時にちょうど医療用タイマー解禁っていうのが記事で流れて私自身タイマーにそんな悪いというイメージをあんま持ってなくてまあ良いとも思ってなくてすごくフランクな感じでいろいろ調べていったらまあいろいろ面白いなといったところでその効果を試すようにいろいろな状況でやっていったそうするといろいろ産業用だったり睡眠だったりいろんな効果があるなというので深掘っていったと。 ったところが僕のの最初のスタートですあじゃあタイで最初はもうその CBD っていうよりはタイマーの方からそうですね、まあ、医療用タイマーといったところから興味を持ちましたなるほどですねで実際どうですか使ってみてこういうところで効果があったよねみたいな部分をなんか実感できたのはありますか基本的にはやっぱ睡眠のところの改善は非常に感じました タイは THC 使えますんでデルタ8を試した時にものすごい改善を感じましてでそれを一時期使ってました今は使ってませんでそれ以外にはトレーニングの時に炎症作用を抑えるというのは効果として実感をしておりましてまあ、毎日トレーニングしてますがトレーニングの後にやっぱ塗っておくと次の日の疲労はやっぱないなといったところをすごく感じてます